しょうやこの前さ三兄弟スシロー行ったやろ。あの後からめっちゃ出てきてんねん問題。え、この前のスシローの事件何やった？はいはい、言うで。人から全員も舐めとった。そうやな、全員じゃないけど舐めとったな。よう覚えとんの。そうやね、舐めとって。お前らどんな気持ちになったんやったっけ？寿司を舐めて、あ、醤油舐めたりとか。え、むかつくし、やらかし。うん、そうやろ。でな、今回またな、出てきて。あのな、ガリってわかる人？ あのなんか、どんなやろ、なんか、つける。そうそう、なんか漬物みたいなやつあるやん、辛い。ちょっと、はいどうぞ。わさび？まあ、わさびとまた別やな。で、それがな、その中にタバコが入っとったよ。え、アイコスの。意味わからんこない？うん、意味わからん。え、そんなんさ、日本の飲食店意味わからん話やん、そんな、うん。でもな、今日はあえてな、お前らに分かってほしいことが一つあんねん。スシローはな、 YouTube でいっぱい取り上げられてんねん、うん、でもな、視野を広くしてほしいねん。視野スシローだけがダメージ受けてると思う、うん、どういうところが受けてると思う？スシローだけじゃないよ。くら寿司、あといっぱいあるやろ。日本のお寿司、うん、そう。お刺身、そう。カツオ寿司、そう。飲食店全部やねん。だからお父さん思うねん、 YouTuber やからって言ってスシローだけ応援するんじゃなくて、クラにも頑張ってもらいたいやん。だからぜひ今回続けて、ただバズるためだけの影響力じゃなくって、わかる？あ、スシロー今 YouTube 伸びるぞだけじゃなくて、ほんまにちゃんといろんな寿司屋見てみようかなと思って、どんな状況か。だから今回しっかり売り上げ貢献できるようにいっぱい食べます。言って、じゃあ、はい、ゴー、高評価。くら寿司到着しました。いっぱい食べるのはちゃんと頑張ってください。ご飯、スイミングも終わったし、いっぱい食べて貢献していこうな。頭洗わんだかんな。ほんなら見て、ちょっとスシローとちゃうよな。くら寿司は回ってる、見て。触ったあかんで、こうだ。触ったあかんで。でもカニ味噌あるな、こうだ好きな。でもな、見て、くら寿司は回ってんねんけど、くら寿司の場合こういう皿がついてるんだ、言ったら。で、一個言うていい、くら寿司のすごいところは、いっぱい食べたらここにお皿入れたら何が出るんでしょう。はい、シュウダイくん、みんなで見た方がいい。ガチャガチャ、ガチャガチャのやつ。そうやな、無料でできるもんな。そうやね、まあまあお寿司の中の値段に入ってんねんけどな。あの桃太郎できるらしい。そうやね、桃太郎さん、桃太郎さん、あれじゃあ外されへんか。じゃあネタ、食べたいネタ何ですか？はいどうぞ。カニ味噌、カニ味噌、卵、マグロ、マグロ、まあ、とりあえず5枚買い、マグロいる？そうだよ、マグロ、卵、うん、よかったよ。これで遊んどって、これで中学校の頃、どうやって、うわー混ぜて、ここにお湯入れとって、これにお湯入れとって、え、ここに簡単に許されることじゃないっていうのも分かっとかなかった。いや、家族が、だからお母さん的には一つのお店を自分のお金でやってみるっていう商売させたらいいんじゃん。そういうものね、商売できるんだ。だから大変さっていうのは分かるやろ。せーの、手を合わせて、はい、ほんで、あ、写真撮っとこうか。アキに言うとって、言うとってよ。変顔して、変顔、待って、あ、いいね、こうだ、いいね。おい、ゆうだい、こっち向いて。はい、こうだいも、もう一回、ゆうだいも、オッケー、終わったわ。ありがとうございます、ありがとうございます、ありがとうございます、ありがとうございます。すごい、何でこんなに3つまでめっちゃ分かります。フォロワーさんの、フォロワーさんってやっぱ隠れたよね。そうに、あ、大人で食べてないですか。そうや、だから子供が3人おるからちょうどよくしてくれるよね。そうそうそう、前もな、周りの方がくれるし、すごいやん。ドヤ顔してこっちに。
見して、シャリコールこうやって見せてくれる。逆や、見えへんや、ラベル。ここに、みんなに見せてくれる。裏寿司シャリコール。ちょっと宣伝費もらわなかった。ちょっと宣伝費。言うとって、はい。広告代請求しますって入れといて。しますって。どう？おいしい。おいしいね。おお、すごいよ。そうだ。見た。なんか最後、ぶどうっぽい味。なんか、どこの？ぶどう？待って、ちょっと。おいしい。おお、すごい。言うときは請求書を出すね、クラさん。請求書を出すね。大事なこと言うで、再生回数じゃないね、この世の中。わかるか。じゃあ、いっぱいでこれ高く積み上げて再生回数取るサムネ取ろう。はい、はい、しっかり再生回数が7枚やわ。そうそう、まず全部覚えてるから、はい、ここに載せて、はい、再生回数取れるサムネ取んで、ここカットしとくから。あ、え、そんなに。うん、ほんまに前もさ、こうやったの。はい、お前ら再生回数取られへんかったら、お前もうご飯食べられへんぞ。やばい。おはよう。もうちょっと顔出す。さっきさ、世の中は再生回数じゃないからって言って、カットしとくから。チャンネル登録よろしくお願いします。いきます。はい、どうぞ。うん、よし、わかったわかった、すごい踊り出た。うわなんて、これミランちゃんにあげる。どうぞ。今日はほんだら、なんでくら寿司来たでしょう。はい、高大くん、そうやな。でも考えてみてな、そういう簡単なことをすると誰が泣くでしょう。ありがとう、置いといて。分かった。はい、どうぞ。店員さん。店員さんも泣くし、え、社長も泣くし、あと まず一番大変なのは、そのやってしまったこのお母さんとお父さん。いや、そんな明るくうんうんするとこちゃうからな。お母さんとお父さんも一生懸命育てたのに、そんなことしてしまったらすごくショックやと思う。聞いてんのか、お前ら。これ聞かんかい。ショックや。お前らがそんなことしてもうたら、いろんなところからそうやって見られるな。お金も払わなあかん。分かった。だから絶対にお前らが大きくなって悪ふざけで「ウェイ」とか「ヘイ」とかやらんように。分かった。取り返しつかへんこともあるからな、世の中。分かった、伊藤。分かったな。しょうや男、はい、三兄弟、三兄弟、大きい声で三兄弟、どんどんだ。